愛媛県内の位置地図、エルンテオースは愛媛県大洲市東オースにあったドイツの街並みをイメージしたテーマパーク。事業主体は農村型テーマパークを全国展開している株式会社ファーム。オース水郷ビールと呼ばれるビールが敷地内で醸造された。サンデューオースと呼ばれるホームセンターとスーパーマーケットが併設され、 1998年5月30日にオープンしたが2003年2月までに閉鎖された。株式会社ファームの創業者であり、当時の社長だったクモン・ワタルは、ファーム以外に10社ほどの企業を経営していた。1997年8月に、ファームは愛媛県西条にガソリンスタンドとカー用品店を併設し南ヨーロッパの街並みをイメージしたテーマパーク、フォルテ西条を オープンした。続いて、大須市にもガソリンスタンド併設のテーマパークに施設目として、ホルテオースをオープンさせる予定であったが、ホームセンターとスーパーマーケット併設のエルンテオースを建設することになった。大須市が地方拠点都市整備事業に基づき誘致し、1998年1月から工事が始まった。エルンテはドイツ語で収穫を意味する。 ビール醸造施設は、最上市に1996年にオープンした石槌芸術村チェロルの森に続くファームに施設目の醸造所であるとともに、南予地方発の醸造所でもあった。敷地面積1万2000平方メートルあり、入園は無料とされ園内の物品販売の利益で施設を運営する方針であった。年間6万1000リットルのビールを生産する予定だったが、後に、 年間10万リットルに増産する計画だった。エルンテオース単体で年間10万人の利用4億5000万円の売り上げを見込んでいた。ドイツの街並みのすぐ横には食料スーパーとホームセンターが一体となったサンディオースが建設された。こちらは1998年5月28日にオープンとなった。敷地面積1万2000平方メートルで 鉄骨平屋1階建ての売り場面積は5000平方メートルの規模であった。サンデュオオースもファームの関連会社で、走行時費は計17億円。駐車場は乗用車400台を収容できる規模で従業員105人を雇用した。食料品などスーパーとホームセンター機能を持ち、年間売上予想は13億円とされた。エルンテオース及びサンデュオースの双方で、 年間の利用客75万人、売上高17億5000万円を見込んだ。チビール工房などがある区画は街並みエリアと呼ばれた。チビール工房はドイツからビール職人2名を招聘して仕込みが行われた。水は肘川の水が使用された。オース水郷ビールと命名された枠が100%のビールには黄金色でホップの苦みがある。 ピルスナーと尺銅色で、コクのある黒ビール系のミュンヘナーの2種類があり、330ml が450円で販売された。夏季は8月末までのビアガーデンが開催された。1998年秋からは、ボトル詰めの商品も販売も始めた。中央の噴水のある円形花壇の周りには、チビール工房の他に、レストランや石窯パン工房、 ソーセージ加工場、ゲームコーナー、輸入日用雑貨店、輸入食材店など9棟の建物が建設された。中核施設のラインハルトレストランは屋内136席、屋外100席の規模であった。醸造設備は石槌芸術村ジロルの森でも採用されたドイツアルブレヒト社製のビール製造プラントが使用された。隣接のバーベキューハウス、 フランデルンは112席、屋外150席の規模であった。他に、石窯で焼いた、ライ麦パン、ピザ、グラタン、ヨーロッパから輸入された、日用雑貨、白川町特産のソーセージなどが販売された。敷地内の通路は、石畳で舗装されていた。ホームセンターとスーパー複合施設、サンデュオースは、SJC の運営で、園芸や、住宅関連商品、電気類、 食料品一般を扱った。営業時間は9時マイナス20、00であった。1998年6月からはパン工房で黒米パンの焼き上げが始まり話題を呼んだ。黒米パンは熱加工処理したご飯状の黒米を使って同パン工房が試行錯誤を繰り返して商品化したものである。黒米をパン生地の30%程度混ぜて焼いたパンは 芳醇な香りに満ち、また黒米は、保水性があるので、パンが柔らかく焼き上がり、硬くなりにくいのが特徴とされた。食パン、生小型、小丸型、石窯パンの4種類が製造され、サイズによって70から800円で販売された。リピーターも多く、完売状態が続いた。日本農業新聞に載った黒米の記事に触発されて、 考案したトパン工房の責任者は語った。夕涼みを兼ねて訪れる地元の住民も増え、地域の憩いの場となった。1998年10月には、エルンテオースのオープニング告知が第7回愛媛、新聞社広告賞のグランプリに選ばれた。広告を作成したのは、博報堂。松山市大手町の愛媛新聞社で開催された受賞式には、 当時の支配人らが出席した。1999年にも第18回愛媛広告賞を受賞し、松山市本町の南海放送本町会館で支配人らが受賞席に参加し、受賞者を代表して挨拶している。2001年2月頃には、ラインハルトレストランのメイン料理が中華料理に変更された。その理由として、大津地域は、 外食産業にとって厳しい土地柄であることが挙げられていたが、施設利用者数は目標を上回る年間15万人前後で推移していた。2000年7月には松山自動車道が大須まで延伸され、大須インターチェンジの使用が開始された効果もあり、団体客を中心に来客数が3割も増えた。しかし施設で何も購入せずに素通りする客が多く、それが、 今後の課題であるとされた。愛媛県大洲市東大洲の国道56号線から少し北側に入った田園地帯に建てられた。エルンテ大洲の閉鎖日は不明であるが、2001年2月までは営業していたことは確かである。しかし、国土地理院の2003年2月撮影の衛星写真ではすでに敷地は更地となっている。2018年現在は、 荒れ地と宅地となっている。周囲にはテーマパークであったことを示す意向は何も残っていない。サンデューオースも閉店し、2012年までにパチンコやジョイステージオース店になっているが、建物はそのままの状態で2019年現在も残っている。隣接した映画館シネマサンシャインオース、下記は2019年1月6日に閉鎖し、2019年8月現在、 さらちとなっている。エルンテオースのすぐ南側には、1999年7月3日に、シネマサンシャインオースという6つのスクリーンを備えた950席の、南予地方唯一の映画館が建設された。サンリューオースの隣には、オーズプラザホテルがあり、水田が広がるだけだった、国道56号線沿いに、賑やかな商業地帯が形成された。一帯は、 海抜10メートルほどであり、シネマサンシャインオースでは1999から2018年までの19年間に4度浸水被害を受けている。2018年7月の西日本豪雨では映画館のうちの座席が浸かるほど浸水したが、周辺住民の避難先として一般開放された。なお、シネマサンシャインオースの閉館で南予地方の常設映画館は開無となり、 大津市内から最も近い映画館は、まさき町のシネマサンシャインに闇振るまさきとなっている。1998年8月には、愛媛県四国中央市にある、酒造メーカー梅西木山川の呼びかけで、1998年7月から、高松市で四国各地のチビール生産業者らによる、今和会が3回開催された。ファームからは、 エルンテオースのオース水峡ビールと石槌芸術村チロルの森の清流ビールが参加した。同年9月9日には4県発射による四国地ビール協議会が発足し、共同での宣伝活動や共同イベントを開催し販売促進活動を進めたり、技術研修会などを実施していくことになった。協議会事務局は梅西木山川の社内に置かれた。発車の内訳は、 香川県甘渦塩ビール、愛媛県梅西樹山川、水口酒造、ファーム、香川県は高吉産業、加藤吉観光、高知県は土佐黒塩ビール、よさこいビールでのあり、1998年時点での四国の全地ビール製造業者が参加した。四国地ビール協議会は、その後、全国地ビール醸造者協議会の発足により、その下部組織となった。 ありがとうございます。